大館市の早口から今日は早口言葉をお届けします。はい、先ほどディレクターからいきなりこんな紙をいただきました。なんか悪意感じるよねこれね、はい、丁寧に紙にこれ打ったんだなと思うとちょっとイラッとしますけれどもね、これ読める気がしないね。私もあの普通の早口言葉も苦手な方なので、うん、いきます。赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラ、カウルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ミピョコピョコ、東京特許許可局、局長今日急遽許可却下。嘘でしょ、言えてないよ、言えてないじゃん。すごーい、すごい、私多分半分も言えないよ。超いい、すごい、優しすぎるな。甘い、いや結構言えてたよ。言えてないよ、バレンタインぐらい甘いな。審査が。いきます、どうぞ。赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラ、カエルピョコピョコ、ミピョコピョコ、合わせてピョコピョコ、ムピョコピョコ、東京特許許可局局長、今日急遽許可却下。甘いな。全然早口じゃない。最初の出だしが ね、あれ黄カピバラって言えないの。そう、黄カピバラって、ね、どんなカピバラだよね。でもカピバラってちょっと黄寄りですよね。赤か青かって言ったら黄寄りですけどね。カピバラはね。